カムイワッカ湯の滝、カムイワッカ湯の滝の位置、カムイワッカ湯の滝とは、北海道シャリ郡シャリ城のカムイワッカ側に架かる滝である。滝自体が温泉となっている。また、最下流には、カムイワッカの滝という湯がつかない別の滝が存在する。標高は400メートル、落差20メートルの渓流幕である。知床半島のほぼ中央にある、 活火山の溶山を源流とするカムイワッカ川に架かる。川には温泉が流入し、連続する滝のそれぞれの滝壺が野種あふれる天然の露天風呂となっており、の湯とも表現される。カムイワッカはアイヌ語のカムイ、ワッカであり、この川の温泉成分が強い溶成分を含むため、有毒であり、生物が生息できない魔の水の意味と解釈されている。 知床八景の一つとして以前から知られていたが2005年7月14日に世界遺産に登録され訪れる観光客が急増した一方で落石の危険性があることから厳しい立ち入り規制が行われるようになった知床洋山とカムイワッカ川の谷を北西から望む末端に見えているのは下で解説するカムイワッカの滝源泉は 1> pH 1.6から1.8の強酸性であり、皮膚への刺激が強い。宿泊施設、脱衣場をもにない。入浴は無料。観光客ウトロ温泉街より、国道334号、北海道道93号知床公園線を経由し、約28キロメートル。かつてはどの滝壺にも自由に入浴できた。上流の滝壺に行くほど用は熱くなるが、 高温の湯の流入による火傷及び難しい岩場などによる転落の危険度が高かったことも事実である。さらに2005年に知床が世界遺産に登録されたことにより観光客が激増し転落や落石の危険がさらに増したため、同年には適温の滝のうち一番下の通称4の滝の滝壺以外は立ち入り入浴禁止となり、 シーズン中は監視員が常駐するようになった。4の滝の滝壺に大きな岩の落石が2から3あり、落石の危険がより高まったため、翌2006年から、車道から100メートルほどで最初に現れる小滝である、通称1の滝より上流への立ち入りが禁止された。この滝壺の温は30度ほどとかなりぬるいため、快適な入浴はできない状態である。 シャトルバスとカムイワッカユの滝バス停2012年時点では、滝へ通じる道々は6月から10月下旬のみ、大型車を除き通行化となっており、そのうち8月9月には、車両の乗り入れが制限される期間が設定され、当該期間は、シャリバスのシャトル、カムイワッカユの滝バス停そばに滝への入り口があるが、そこからは、自然の川を登る形となっており、一切の整備はなされていない。 沢登りの処歩の知識や技術が必要とされている。以前に入山したパーティがロープを設営し残している場合もあるが、共産性の温泉のために腐食し耐久性がなくなっている場合があるため使わないよう注意がなされている。カムイワッカの滝カムイワッカ湯の滝の約1キロメートル下流にカムイワッカ側の水が直接オホーツク海に落下するカムイワッカの滝がある。落差は 約30メートル。幅広の姿形を持つ。こちらは陸路で近づくことは困難であり、ウトロ港から運航される遊覧船から見ることができる。標高は40メートル。分岐枠。落水が硫黄などを含む強い酸性であるため、川口付近は岩場に藻がほとんど生えず、化学反応で海水がエメラルドグリーンになっている。 秘境の知こを代表する滝の一つであり、かつて滝のそばで用を採掘していた小屋跡が現在もその柱を残している。ありがとうございます。